は四時を回りました。四月二十四日週末金曜日、アジクータラジオ生放送の時間です。今日も木梨中ューパーカベーニューからこの後夕方六時まで二時間の生放送お相手は DJ モーリーでございます。さあ、えー、週末金曜日ですけれども、もうあはですね、えー、ゴールデンウィークっていう言葉がすぐこうパッと出てきますけれども、皆さんは休みってあるんでしょうか。はい。えー、まああの毎年そうですけれども。 10連休をする人がいるよとか、まあ、会社によって、ね、その幅が違いますけれども、えー、ラジオを聞いているょさんは僕らのというか、ねえー、フリーランスの仕事をしているとあまりこの高級日であろうと平日であろうと週末であろうとあまりこうそんな休みは、ね、ないんですけれども、えー、ゴールデンウィーク、やっぱりね家,家族で出かけたりとかまた、ねえー、アウトドアになったりインドアになったりとか いろいろプランを、ね、立てている皆さんも多いかと思いますけれどもね、えー、どんな日程が組まれているんでしょうか4月24日、週末金曜日、えー、今日も FM 講座のスタジオからの、ね、生放送となっていますけれどもアシスタントが週末金曜日は高安ミーキーとなっております、はいえー、先週登場しましたけれども今週はお休みとなっております、はい、昨日に引き続き DJ モーリーロンディ放送でお届けしていきたいと思いますので今日も皆さんからのお便りがないと。 <laughs> 曲を流すす時間が長くなります、まあ、そらそうでいいのか、はいまあ、できたらねこう皆さんからのこう読み切れないメッセージを紹介していきながらえ2時間ね楽しく終わりたいなと思ってますので週末金曜日のアジラジもどうぞよろししくお願いします、あのー、久しぶりに今日ねパークアビニューから少しこう外れた蕎麦屋さんに行ってきました。 あの以前まではね週2週3ぐらいで通っていた蕎麦屋さんなんですけれども FM 講座もね以前はパルミラ通りという通りの中にあってで今から2年前の3月にねこの沖縄市の中央パーカビニに来たんですけれどもそこに移ってからですかねあのなかなかこの行く機会がなくて久しぶりに今日顔を出してみたんですけれどもあのやっぱりあれですね変わらないですね。の そば、まあ、屋さんというのがそば、えー、もあるしとんかつセットチキンカツセット豆腐チャンプルーとか油脂豆腐セットとかいろんなこうメニューが豊富なんですね。で、あのー、店内入るとですねテレビが2つついてあって1つはこう厨房のところについてあってでもう1つがお客さん用でついてるんですけれどもなのでこう入るじゃないですか。で注文を取ってでメニューが出てくるまでの間待つんですけれども。 あのいろんな、まあ、2つの番組を同時にこう流してるから、まあ、例えば、えー、8チャンネル OTV を流してたら、えー、厨房の方では RBC を流してるみたいな感じなんですよね、まあ、なので音声がねほんとねこう全然違うものを見てるもんだから、えー、このそ <laughs> ば屋さんの中でもですね、えーまあ、多重放送って言ってるのかな まあそういった BGM もねあったりとか、またラジオもねつけてるそば屋さんなのでもうどっちにこう耳を傾けてどっちに目をね傾けていいのかっていうそんな感じだったんですけれどもね、でもそこのお店はですね本がたくさんありましてえ特に漫画がたくさんあるんですねね鉄拳珍味っていうです憲憲法、法のね。 師範の,市販の、えー、珍味の物語を描いているものなんですけれども今現在もですね月刊マガジンの方で連載中の大人気番組なんですが、えー、大人気漫画なんですけれども久しぶりに読みましたねでね、あのー、1時間ぐらいの滞在期間だったんですけれども、えー、皆さんだったらもしですよ、まあ、どんな漫画でもいいんですけれども以前に読んだことがある漫画でもいいし新しい漫画でもいいんですが。 1>, 1時間で、ね、どれぐらい読めますこののコミック1冊あの僕ね、まあ、毎回ちょっとあの自分でもこれで当たってるのかなと思いながら見ているんですけども1時間の間で6冊ぐらい読むんですよねこのコミックを単行本ですよだこれってね内容をちゃんと把握してるんかなっていう感じもするんですけどもでもちゃんとこの物語追ってるんですよね まあ文字を一応、まあ、見てないんかなってちょっと疑ってもいるんですけれども、えー、1時間の間に6巻ぐらい読んじゃうんですよねパッパパッパこう展開がこう早く早くスピーディーに進んでいくんですけれども、えー、皆さんはいかがでしょうか、はいまあ、蕎麦屋さんとかね床屋に入ったりとかするとこのたまにあ,のあるコミックにはまってしまうことってないでしょうか「はい、アジクルたラジオ」今日も始めていきたいと思います さあ今日のオープニングはですねビートルズのナンバーからスタートしていきましょう8 days a week アジクータラジオ、今日のオープニングはビートルズのナンバーカラー8 days a week お送りしました。アジクータラジオ、この放送はお母さんの幸せ、それは家族の幸せ、アイリリースクリニック、ソートバンク、中野町の提供でお送りします。 アジクルタラジオ4月24日週末金曜日の放送をお届けしていきますさあ今日の番組のテーマなんですけれどもオープニングでもちらっとね話をしましたが、えー、漫画単行本コミックですねえー、1時間にあ違うな漫画その単行本を1冊読む時間どれぐらいかかりますか、はい、こちらにしようかなと思ってます まああの新しいものだったりとか、えー、今までこう見てきた見たことのあるものにもね、えー、時間が、まあ、もちろん違うとは思いますけれども大体いいこのコミック一冊見る時の時間でどれぐらいかかっているんでしょうか、えーまあ、先ほど、まあ、オープニングで話したそばの話でいくと1時間に僕 6, 6, 6冊かな6巻読んでるので、えー、1時間当たり 10, 10分ぐらい。 1>, <laughs> 1巻あたり10分で読んでる計算になりますね、そう考えると、あーでもどんなかな、あのうちのいとこ、東京にいるんですけど、その東京のいとこもね、めちゃくちゃこう速読、早いんですよね、読むのが。で、しかも、あのー、また同じ漫画で、また笑うわけみたいな、ま、なんていうの、同じ場面で、また笑って、同じ場面で、また悲しんでみたいな。 だから何,だろうね何回読んでも楽しめるんですねこういうタイプはねこの速読というか早めに読める人はじっくりもう1ページずつ1ページずつこの右端から左端にかけてねこう一句1文字一句でまたこの背景のデザインだったりとか細かくこう見てページをねふっとこうめくる人は ま,あまたねこう別の機会に設けて読むなんてするのかなってその辺もねちょっとわかんないんですけれどもあんまり僕は時間かからないんですよねえラジオ聞いて皆さんいかがでしょうかえツイキャス配信そしてユースリムの配信もしておりますので皆さんもどちらからかまたラジオで聞いている皆さんもメッセージで参加してくださいメッセージメールは761アットマーク fmcosa.jp アットマークまでよろしくお願いします、えー、ツイスの方でテントウさん「ロンリーモーリー放送お疲れ様です」「お一人様放送のキャス画面にも慣れてきました」「やってる方は何を喋って間をつなごうか宿泊するんでしょうけどね最後まで頑張ってください」「はいラジオネームテントウさんからいただいております」い「いや宿泊はしないですよ」ね「話したいことたくさんありますからね」 <laughs> もうそば屋の話がないですけどね,もうね、はいえー、一応こうテーマを設けてでそのテーマに、ね、こう皆さんがこうメールを送ってくれるので何、えー、とか番組を進行できますけれどもね、はいえー、今日もよろしくお願いします。さあマーデイさん、えー、僕は読むのが遅い方なので3冊いくかどうかですねこれ1時間でってことですか えー、じっくり読んでるというよりも主人公や登場人物の立場になってこの場面自分ならどう,でどう出るであろうとそのページで1分くらい止まったりしますねああもう感情移入して自分だったらどんなするかなっていうことをこう深く考えるってことですねそのページで1分くらいはあこれだもう数秒だな僕だったら1分 オープンをこの同じ1ページで見続けるってまずないかもなあーいろんなこう読み方がありますね、えー、ゴールデンウィーク、えー、僕はゴールデンウィークですよあゴールデンワークですよか、えー、基本的に休みがないので頑張ります、えー、ですが虫歯になっちゃって軽いドン痛かながあるのでゴールデンウィークの開けてからにでも行きたいと思います ゴ、えールデンウィークは高校を卒業したと同時に一緒に卒業しましたはいじゃあ久しく休んでないってことですねできればね10日とかなんかまあ1週間休みがあるだけでもなんかね旅行したくなるよねやっぱりね2日まともに休んだってあんまないかもね僕の場合はもうあれかな、えー、体調崩す以外 <laughs> ほとんど連休っていうのはないですけれどもねまたその辺ねあの会社員の方の立場と自営、えー、業の方の立場っていうのはまた少しこう変わってきますよねやっぱりね連休が多くあると、えー、それがそのまま仕事またはお金に換算されていきますからまた会社員の、ね、皆さんになってくるとこう月給という形で、えー、支給されていきますからね、まあ、あと有給もらえたりとか。 この辺多分違うだろうねゴールデンウィークの迎え方みたいなものはね僕らもねあの休みがありすぎると何だろうまあ休む時間はあってもその分お金がね減ってくるから,から大変なんですよね、まあ、なので僕らの仕事としてはやっぱりゴールデンウィークも仕事がある方が嬉しいんですけどもね、えー、皆さんのゴールデンウィーク事情そしてまた今日の番組のテーマ 漫画単行本一冊どれぐらい時間かかりますか読むのにねというのが今日の番組のテーマとなっていますメッセージリクエストはこちらまで 761-fmcoza.jp761-fmcoza.jp でお待ちしております さあ今日もやっってきましした赤ちゃゃんいらっしゃいらのコーナーナですこのコーナーは上村病院中上病院アイ、はい、レディースクリニックの協力でお送りしていきますさあ今日は何の日なんですけれども、えー、テレビ朝日朝まで生テレビ放送スタートの日1987年少女漫画雑誌「週刊マーガレット創刊の日」 1963年スペースシャトルディスカバリー打ち上げ1990年の今日そして今日の誕生日の皆さんですけれども女優の高橋真理子さんサッカー元日本代表田中マルクス・トゥーリオ女優の山本梓タレント小林恵 そしてアーティストゴスペラーズの村上哲也さん俳優の大鶴義ンさん、えー、アーティストオリジナルラブの田島孝雄さんタレント山本柊さん劇作家塚浩平さんのお誕生日となっておりますはい、えー、皆さんの身の回りの誕生日の方お祝い事ありますよ 近々、ね、週末ありますよという方、はいえー、お祝い事借り事があればこのコーナー赤ちゃんいらっしゃいまで送ってください宛先は 761-fmcoza.jp761-fmcoza.jp でメッセージをお待ちしております、まあ、の最近あったね嬉しいことこんなことを最近言われましたもうめっちゃ嬉しいですっていうことだったりとか、えー、うちの職場 また家族で、えー、最近こんないいことがありましたとかねそういったお祝い事があればこのコーナーまでお待ちしております f m コザ z a e m a i 7 6 1 f m c o z a j p 7 6 1 f m c o z a j p でお待ちしておりますあの今日もねうちの娘を保育園に送ってきたんですけれどもあのー、やっぱりね赤ちゃんというか子供ってすごいなと思うのが 空気ででかるんですねあもう私置いてかれるみたいな保育園にねあのついてでクラスに入ってで先生に預けようとした瞬間にこの僕をこう T シャツの部分,をむ、ね、部分を掴むんですけどいつもね育てる部分つ掴むんですけど話そうとした瞬間ぐらいからってこう握力が強くなるというかこの握りしめてる感じが強さが増してくるんですよね。おーいと言いながらあのなんかこう。 タオルだったりえー、布おむつだったりとかズボンだったりを、このタンスの中に入れないといけないですね。その自分の娘のね。でその作業をしてるから、あのいや今ちょっとあの下に降りといてって、下ろそうとしても、もう降ろされたらもう置いてかれるんでしょ？みたいな。そんな感じになってすぐこう。自分のね。袖をこう掴むっていう。この強さがね強くなるんですけどもね。でね、あの1回離れるとね。 ケロッとしててまたそのケロッとしてる具合もなんかもうちょっとこう <laughs> 寂しがってもいいのになと思いながらまあまあまあそれはね、えー、慣れている証拠なんだろうなと思いながらね見てますけれどもねえー、ラジオ聴いている皆さんの中で、えー、この4月から保育園に預けています小学校入学しました中学校に入学しましたなどなど1年生のね皆さんがいたら、えー、このコーナーまでいろんな情報をお待ちしております。 赤ちゃゃんいい。らっしゃいこのコーナーは上村病院中上病院イ、はい、レディースクーニックの協力でお送りしました。 お届けした曲はくるりで「犬とベイビー」でした。 さあ週末金曜日の今日はアシスタントの高安みミきお休みでございますなのでミーキーファンの皆さんもお楽しみにしている4時40分からのあのコーナーもですね今日もお休みとなっておりますはい、えー、特に男性陣の皆さんはえー, <laughs> あーって思ってる方もねいらっしゃると思いますけれどもはい、えー、まあ所用で今日は来れないということでお休みでございますのでまた来週 改めて、えー、皆さん「出ますか?」っていうねこの部分をフレーズを考えて送ってきてくださいあの実際にガングリオンというアニソンバンドのねボーカルを務めているミーキーなので、えー、いいフレーズがあれば実際のこのライブでステージの前で皆さんから頂い,いた案をそのままこう伝えるっていうことをね え考えておりますというのも3月かな、えー、名古屋でのバードランドでのアニソンのイベントの時にもリスナーさんのフレーズを採用してしかもそれをライブでね行ってでさらに録音をしてもらったというそういったこともありましたであの5月にヒューマンステージの方でガングリオン主催のイベントもね開催されるということもありますのでまあ この5月までの毎週毎週この「皆さん盛り上がってますか?」のコーナーでーいただいたフレーズを吟味しながらねその5月のライブの時に行っちゃおうかなということになっておりますのでぜひ皆さんもこのフレーズも考えてみてくださいステージでねステージでよく「の皆さん盛り上がってますか?」「イェーイ!」っていうようなこう返しがありますけれどもその「盛り上がってますか?」の部分を面白おかしく言葉を変えて 送っていただきたいということでございますメッセージはこちらで受け付けています761 at mark fmcoza.jp 761 at mark 76 fmcoza.jp でお待ちしておりますさあ今日の番組のテーマ漫画単行本を一冊どれぐらいかけて読みますかはいこちらとなっていますが えー、マーデーさん、僕はたぶん20分くらいでしょうかね、しかもセリフがない表情のみの場面で止まります。うん、感情移入をよくしますね、はい、セリフがない表情のみの場面でよく止まるという、あのー、バガボンド、井上剛彦さんの、ね、あの漫画も結構、このセリフがないシーンがありますよね。このの戦いの部分だったりとか この辺ちょっとこう僕の場合ですけどバガボンドの時はこの絵のタッチとか風景とかをちょっとこう見てで少しこう時間は経つかなって感じしますけどねうんまあこのセリフがない時は確かにねその絵でなんか察知しようとするかもねやっぱりね何だったかな以前「週刊少年ジャンプ」に連載されてる漫画で この毎週何曜日かにこう、ね、発刊されるじゃないですかでその時に毎週ご楽しみにしてて見てる漫画だったんだけどこの1週間というかこの日の漫画は、えー、この回はこの時の回は2文字とかあ違うな一言2言ぐらいの言葉だけあってあとはもうほぼこの絵みたいな。 まあ音楽で言ったらボーカルなしのインストゥルメンタルみたいなそんな感じの時がありましたね。何の漫画だったかなまた多分この辺はねその作者のこう文字ではなくその情景だったりとかえ絵だけでこうメッセージをねこう伝えるみたいなそういうことだったのかなと解釈してますけれどもね。 またこれはあれかもね男の人が読む漫画と女性がこう読む漫画ではその辺のこの時間とかも違うでしょうねきっとねえ皆さんからのお便りまだまだお待ちしています 761-fmcoza.jp 76でお待ちしておりますえーこれは なんとかファイティングさんコザノさんでいいのかなはいえー、もう四角 D 四角ファイティング四角ってなってますね文字化けでしょうかねこれねはいえー、こちらのメ,メールもいきましょうマーデーさんですねハンターハンターもそんな感じのありましたよああジャンプのハンターハンターかああハンター ハンターってあれでしたっけ大きな金槌っていうか何トン1トンとか書かれたサイバ亮のやつでしたっけハンターハンターって <laughs> シティーハンターだったそれもうこれねもうほんとにもうごちゃごちゃになってますね、はい、さお知らせも挟んでいきたいと思いますけれども,、えー、も沖縄市のね お知らせとでまた今日もプレゼントの告知がありますので、えー、ラジオ聞いて皆さんもですね、まあ、まずはね興味があればメール送っていただいてでそうすると当たる確率もググッと上がりますので、えー、お便りくださいじゃあ一曲一回 CM いきましてこの CM の後にお知らせも挟んでいきたいと思います今日の番組のテーマ「漫画単行本一冊読むのにかかる時間は?」というのが今日の番組のテーマです さあ、ここでお知らせを挟んでいきたいと思います。 えー、昨日もこのあジラジの中でゲストとしてやってきました、えー、東南植物楽園からのお知らせということで昨日は東南植物楽園の平さんが、ねえー、告知でいらっしゃっておりましたけれども、えー、今度の土曜日から5月の6日まで東南植物楽園の方ではゴーゴーゴーデンウィークというイベントを開催するそうです。えー、新感覚のの砂遊びスウェーデン生まれの キネ,スキネティックサンドというものがありまして、えー、これ手が全然汚れないそんな砂らしいですね、えー、この動く砂と呼ばれるキネティックサンド、えー、砂自体動いているような不思議な砂が体験できるということですねでまたふわふわバウンシー県内初の大型エア遊具常設、まあ、こちらあの普通はこうイベントとかで えー、見かけますよね大きなこうふわふわになった、えー、滑り台とかなんかこう思いっきりこうんだり跳ねたりとかできるやつがありますけれども、えー、そのふわふわバウンシーが、えー、東南植物楽園の入園料を支払っていただけると中に入れば全部無料で楽しめるということですね。あと動物ふだいコーナーもありましてヤギカピパラリスザルウサギあと 引き馬体験もあるよということで、えー、馬をねこう引き連れて歩くことができるというそういった体験も、えー、楽しめるということですね、えー、それ以外にもみんなのこいのぼり無地のこいのぼりに手形のうろこをペタペタとスタンプ、まあ、こう多分飲料というかね、あのー、染料か、えー、を手にいっぱいつけてでそれをこう皆さんのこう 手形で、えー、白い布をねペタ,ペタ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 貼ってでこれでこのぼりを完成させようというそういういことでしょうねでまたボタニカルプレス葉っぱや花のしおりを作ろうそして新聞紙で作った兜を園内の落ち葉でかっこよく飾ろうあと金魚すくい楽園キッズチャレンジ園内のアトラクション プログラムを体験したらスタンプをもらおうポイント獲得で景品がもらえちゃうということですね、はいえー、動物と触れ合うこともできますしでまたいろんな体験もできるしでまたこのふわふわわバウンシーででで、えー、滑れ台を滑りりったとととかもできるというここすね、えー、この東南植物楽園入園料大人が1500円小中学生500円高校生は1000円 6歳未満のお子さんたちは入場無料で入ることができるということですね、えー。6歳未満の方、そして96歳以上の方は無料だということですね。まあなのでおじいちゃんおばあちゃんがあいらっしゃる家庭でまた小さいお子さんがねいらっしゃる家庭は、まあ、家族で行くとさらにお得になっちゃうということですね。で、えー、この ペアチケットをですねリスナーの皆さんに一組の方にプレゼントしていきたいと思いますので、えー、希望者がいれば FM コ座 E メールまでメッセージを送ってください県、えー、名の方に「東南植物楽園のチケット」と一言添えて、えー、本部にお名前と連絡先を明記してください、えー、直接 FM コ座に取りに来てくれる方に限らさせていただきますので、えー、よろしくお願いします 東南植物楽園55ゴ,ゴ,ゴールデンウィーク4月の25日明日からいよいよ始まっていくということですそしてこちら多くのヒット作を生み出し続けているウォルト・ディズニー・カンパニーがこれまでに作り出した小道具や模型セルガなどおよそ800点を一堂に集めたディズニー夢と魔法の90年展が4月の28日来週の火曜日から 長市県立博物館美術館の方で開催されます今回はその招待券をペア一組にプレゼントいたします希望の方はメールでご応募ください件名の方にリスナープレゼントと明記してください本文にお名前や連絡先を必ず明記してくださいこちらの方から、ね、連絡をしますのでメールのアドレスは 761-fmcoza.jp 7 6 1 f m c o z a j p ットまでえー、当選者はこちら4月27日来週の月曜日の朝の放送マイオアシスそしてアジラジの中で発表したいと思います、えー、まあこちらもスタジオに取りに来られる方に限らさせていただきますのでこちらもご了承ください、まあ、あとお電話でもね OK かもね 零九八九三四の八六五三零九八九三四の八六五三番こちらの方まで、えー、お電話も受け付けております。まあ、意外とね、あのー、いやラジオは聞いてるんだけどこういう応募があった時にメールはしてないなとかね、えー、応募してないなっていう方が多いので意外と送ったら当たるという結構ね。 こう何十分の1とかじゃなくて3分の1とか <laughs> 5分の1みたいなもう変な話一通一通の時もありますからねまあこの日によってはねなので送ったら当たる的な状況もありますので。 まあラジオを聞いている皆さんの中であだったらちょっとトライしてみようかなと思う方がいたら、えー、メッセージを送ってください。761アットマーク fm コザドット。jp761 アットマーク fm コザドット。jp でお待ちしています。以上、プレゼントのお知らせお送りしました。 アジクータラジオ生放送お送りしております。えー、っとね、パーカービネ上空、曇りのお天気なんですけれども、今日はね、あの少しこう風が強く感じる一日となりましたね、えー。沖縄本島地方の今日の最高気温は25度となっていますけれども、北東の風、曇りのお天気となっていますね。降水確率20%ということです。で、また明日土曜日、 二十五日は北東の風、曇り、波の高さ一点五メートル、降水確率二十パーセントとなっています。朝の最低気温が十九度、日中の最高気温は二十四度ということで。まあ、今日もね、えー、今日と同じような明日もお天気になっていきそうだということです。そして、二十六日日曜日、晴れ時時曇りの予報ということですね。まあ、来週の火曜日ぐらいまでは。 まあ雨は、ね、大丈夫じゃないかなと思うんですけれども来週の週の真ん中か4月の29日、昭和の日、えー、祝日でお休みですけれどもその日ぐらいからまたこのゴールデンウィークの前半戦は、えー、お天気が、ね、崩れていきそうだということなんですよね。まあ、なので、今週週かかか、ら来週にかけてはは、と、えー、お天気は 持ってくれそうなんですけれども来週の水曜日真ん中ぐらいからかなちょっと下り坂になっていきそうだということですね。はい、まあ、ゴールデンウィーク予定を立てているという方もいるだろうしいやーもうどこもいっぱいだからもうお家で遊ぶよという人もいるだろうし運動公園に出かけるよという人もねいるかもしれません、まあ、いろいろねあの行ってみたい場所はあるんだけど やっぱ混むよね、やっぱりね、どう考えてもね、もう今日の朝刊、えー、大きくなってましたけれども、えー、イオン・ライカムの,あの冊子が入ってましたよね、まああの、ずっとこのオープンに向けて、えー、新報だったタイムスーさんのほうで、まあ、こう紙面には飾られていましたけれども、今日はもう、このイオン・ライカム専用のこう冊子があったから、ちょっと太めのやつね。 わあ、すっごいなと。まあ、あの、おとといね、えー、ソフトオープンの日に行ったんですけれども、まあ、でも、あれだね、この年間、年間だったっけ ?1200 万人ぐらいを目標にしていると。で、これ1日平均に換算すると、3万人ぐらいを平均に、えー、集客を考えているらしいんですよね。 3万人もう本当に祭りですよね、今ね。祭り会場に毎日行く,行くみたいな。そんな感じの目標があるらしいですけれども。でもね、あの、Facebook とか見てても思ったのが、で、僕も行って感じたのが、一回も向こうに行っちゃうと、一日やっぱりかけて楽しめるというか。だいたいこう、ショッピングセンターとかってね、もう半日とか、1,2時間いて用が済んだらパッて帰るみたいな。 でそんな感じだったと思うんですけども,もうあそこに行ったらねもう浦島太郎状態というか何時になっているのかもわからないし何階にいるかもわからないしでまた車がね、えー、駐車をしていてどこで止めたんだみたいな迷子になるのはねもう必死なのでもう向こうに行くだけですごいこう別世界に入ったような気になりますからねまあゴールデンウィークはもうまさにこのイオンライカムに行きますという人も多いかもしれませんね。個人的には 映画館、ちょっとね、まだ映画を見れてないので、映画館に行きたいなと思うんですけれども、でももう、映画を見に行くだけでもね、まあまあまあ、それなりのこう時間がかかりそうだね、もう沖縄市の都内の北中具志堅なんですけれども、はい、えー、まだ行ってませんという方、またね、ゴールデンウィーク、こんなところに行きますという方、また予定があれば教えてください。さあ、青野軍団さん、チースモーリー、チース。 高みやっぱりあそこにはまっちゃってんのえあそこってライカムのことよかっこ笑いいや言ってないんちゃうどんなかな流行りにあんま乗りそうな <laughs> タイプでもなさそうですけどねゆっくりゆっくりいくそうな感じしますけどしてしてテーマ「漫画読むの何分?」 えー、ここ3年くらいお家ではクローズとワーストを寝る前に繰り返し読んでいたんだけど眠たくなるまで読むから途中で終わる時もあれば23冊読む場合もあるけど大体いい1冊読むのに15分ぐらいじゃないかやあーそうですね僕も大体いいこの10分15分ぐらいですね食堂とかでは漫画があっても食べながら漫画読むって習慣がないから見ないやすさあそうなんですね もうね、これ本、本屋というか、見ちゃうんだよね。本当はこう、いけないさ。いえば、食べる時は食べた方がいいですけど、しながら、な,ながら、何々っていうのがもう得意になってきてるから、新聞読みながらご飯食べるとか、本当はね、分けた方がいいんでしょうけどね。えー、モーリーは学校帰りとかに歩きながらジャンプとか呼んでいた派だっただろうということで。そうですね、本当に。 立ち読み立ち読みして読みたいのだけ読んでパッて帰えるみたいな、そんな感じでしたね。あとなんか、兄ちゃんなんかが買ってたんですね。週1回。うん、今いくらかちょっとわかんないですけど、その当時は200円しないか、210円かぐらいの多分値段だったんですけど、それをこう、うちの兄ちゃんが買ってきて、で、 兄ちゃんが読み終えたらようやく末っ子の僕に回ってくるみたいなパターンだったのでそれがなんか楽ししみでしたね今はねもうこの週刊誌からまた、あのー、インターネットの中でページをねこの画面に向かってスライドさせてページをめくるみたいなそういう,こう感じになってますからねいえばね「購読」か「購読」という形で。 変わりましたね本当にねえー、リクエストはコンプレックス恋を止めないでイーストユリだよねうわ久しぶりの曲、えー、どちらかということですねこちらも行きましょうえー、こんにちはこんにちは 2V カーブイだよということで、えー、いい天気に仕事していました今から長男のサッカーの練習見ていきます またメールします、えー。東南植物楽園行きたくなりました。ヤギも砂遊びも私がしたい。<laughs> ラジオネームありませんけれども、初メッセージかなあの。先ほどの東南植物楽園のチケットプレゼントに応募ということで、えー、いただきました、はいまああの。よかったらラジオネームを考えて、えー、改めて送ってくださいね。あの来週の月曜日にあの発表していきたいと思いますので当選ね、発表していきたいと思いますので。 またもう一つメールくださいラジオネームを添えてお願いいたします。さあ今日の番組のテーマ一冊単行本読む時間一冊読むのにかかる時間はというのが今日の番組のテーマとなっています。七六一アットマーク fmkosa ドット jp 七六一アットマーク fmkosa ドット jp でお待ちしています。それでは CM です。 さあ、4時48分、ここで1曲挟んでいきましょう。こう久しぶりの曲ですね、これね。えー、青の軍団さんから頂い,いた曲のリクエストです。コンプレックス、恋を止めないで。 ラジオネーム、青野軍団さんの曲のリクエスト、コンプレックスのナンバーで恋を止めないでお送りしました。久しぶりに聞きましたね。ありがとうございます。曲のリクエスト。えー、今日の番組のテーマはですね、単行本一冊読む時間はどれぐらいですかというのが今日の番組のテーマとなっております。えー、もの屋さんからメッセージ。えー、もの屋です。えー、プレゼントが欲しいです。ちなみに何が当たるんですか <laughs> 何が当たるか分からないのに応募してるんですね、これね。いいですね、あの東南植物楽園で明日から始まる55ゴ,ゴ,ゴールデンウィークという、ねあのー、企画イベントがありまして、まあ、特にこう子どもたちで、またお父さん、お母さんも、ね、こう楽しめるような、本当に童心に帰るような、えーまあ、イベントがありまして、そちらの入園チケットを1組に。 プレゼントでまた、もう1つ来週の火曜日から、えー、沖縄県立博物館美術館の方で開催されるウォルト・ディズニー・カンパニーがこれまでに作り出した小道具や模型セル画などおよそ800点を一堂に集めたディズニー夢と魔法の90年展こちらのペアチケットをプレゼントということでございます。まあ、このののつがね、えー、今日のプレゼントの 案内となっておりますので、えー、どちらが希望ですよと一言添えてまたメールもお待ちしておりますまあ多分あれかもねプレゼントしますよっていうところから聞いて何がもらえるんかなっていうことでメールしてくれたんでしょうねきっとねはいえー、まあ、取りに来てくれる方になりますけれどもご応募お待ちしております761アットマーク fmcoza.jp761 アットマーク fmcoza.jp でお待ちしています さあ、だんだんとパーカーメニューから見える国道330もですね、車の数がね、多くなってきたかのように感じますね。あの、信号が赤になると、すぐこう、混雑という状況になっています。小座十字路方面から小屋向けで、今、混雑が目立ってきておりますので、ラジオを聞いている皆さんの、聞いている地域の渋滞情報等もお待ちしております。 宛先は7 6 1 f m c o s a j p 7 6 1 f m c o s a j p でお待ちしていますアジクうタラジオこの放送はお母さんの幸せそれは家族の幸せアイレディスクリニックソフトバンク中野町の提供でお送りしましたさあ4時のエンディングは 彩香が歌います空と君の間に Ladies and gentlemen, time now to take a big bite of Ajikuta Radio on FM 76.1. Come and Corner. Ajikuta. さあ時刻は5時を回りましたこの時間は沖縄市観光情報発信コーナー小座ソースの時間となっております毎週金曜日の今日は沖縄市観光協会エーサー屋の方から徳山珠さんでございますこんにちははいこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いします、はい、さああのお知らせが今日は一つあるということなんですけれども、はいはい、もうこのお知らせも今回で、まあ、今年で3回目ぐらいですか3回目ですね3回目、はい、さあどんなお知らせでしょうか、はいはいまあ、ですね今回またですね今年もですが サーちゃんそっくりさんコンテストを開催することになりまして、うん、こちらのです、ね、募集の告知といしことで沖縄市には4体、はい、エーサーキャラクターがいましてエーボー、さ、はい、ーちゃん、さなじー、た、はい、ーくこの中から、えーボーとさーちゃんですね。 ちびっ子たちからちょっとこうそっくりさんコンテストをやっちゃおうじゃないかと、はい、そういうことですねこれ下は何歳からいきますかはですねこちらキッズ部門とジュニア部門に分かれてまして、うん、キッズ部門がですね0歳から6歳でジュニアの方がですね6歳から12歳、うん、で小学校に通ってる12歳ってことで、うんうん、なってますねはい、はい、これって毎回ご応募される方って、はい、やっぱりこう ううちの子似てるでででしょみたいな感じでそうですね、まあ、雰囲気をエーサーのマッサージ巻いたりとか、うん、かすり着せたりとか、うん、そういうので送ってきたりしますね、はい、これってもしチャンピオンというかそっくりさんになったらどうなるんですか、はいはですね、当選者にはエーサーグッズがプレゼントされますんでぜひ応募していただきたいと思いますうちの娘とか、はい、観光協会の金里さんの娘とか、はい、でまた。 以前 MC をしててマーミーの長男くんとか、はいはい、ライバル多いですね。まあ募集は応募はしていいんじゃないですかね <laughs> <laughs> 選ばれるかどうかは、まあ、選ばれるのもですね、うん、実はですね役所のロビーでこの応募された写真を投票ってしていたところんですよ。はい あじゃあその娘なり息子の写真を役所のロビーでちょ展示しするのでこれで一般でですねどの方が英語、さあちゃんに似てるかっていうのを投票していただくと、うん、あじゃあもうこれ何の悲劇もなく厳選、はい、になる皆さんの公平な抽選があるわけですね、投票して、はい、もう親戚一同4番でとかなるほどそういう感じでやっていただければこれってやっぱり投票してくれるもんですかみんなし,してますよはははいうん、うんはいい やっぱり役所のドビーだといろいろ人の往来も多いのでうん、うん、どういうものかなって見に来たついでに投票とかしていただくのでこの例えば、マッサージだったりかリーとかっていうのは、はい、貸し出し出どうなんですかはです、ねまあ、どうしてもお家ちにない場合はエ英ー才ーにはちょっとありますんでサ才屋で来て写真撮ることも可能ですんで、うん、なるほど、はい、いこのカメラマンも観光協会の方々が、まあはい、あれば自身でこうデジカメとかお持ちいただければそれでも写映しますし。うんうん 自分たちにとってデジ加工してもいいんですか？デジ加工？<laughs> <laughs> <れ>デジ加工。デジ加工。でも当日来た時あれってなります。<laughs> <laughs> あれってなりますかね。まあまあまあ、うん、なる可能、まあそれが、うん、ちょっとこのデジ加工ぶりがちょっと、うん、市民の皆さんに受け入れられるかどうかですよね。なるほどなるほど。やっぱ純粋な子供の笑顔に勝てるかですよね。ああ。 うちの娘ね結構群向いてるんじゃないかななんか親なんとかってやつですよね <laughs> <laughs> いやこのただでさえ可愛いのにサージ巻いたりとかかすいつけさせたら、はい、ちょとんでもないぐらい際立つんじゃないかなはい、はい、そういうのをまあ一般の人がどう見るかっていうのをここで <laughs> 感じるっていうのも大切です。これで写真はあのお子さんだけですか？そうですね。パパママはパパママはいらないですよね。いらないですね。基本的にはまあエボさんちゃんそっくりさんコンテストなので子供だけの写真ということで、あの二回一回目のこの開催の時の写真なんですけど、やっぱりみんな笑顔ですか？まあ笑顔の子もいれば泣いてしまう子も写真の時にまあ僕たちが撮ったりするとあれ見知らぬ人に撮られてるっていうので緊張してる顔とかもありますけど。 まあだいたい笑顔の顔がの方が評は伸びるんじゃないですかね。じゃあですね、その上手くこう笑ってナチュラルな笑顔を作っていくための環境作りも必要ですね。やっぱねそうですね。はい。なるほど。じゃああれだもう一番目指したい方は、はい、この写真撮られる方にまあお父さんだったりはい、はい、お母さんだったりよく笑顔を見せる人が撮った方がいいかもしれないです、ねはい。そうですね。その方がまあ自然な笑顔も出ますしね。ねはい。よしちょっとねこれマジで狙っていこうかな。頑張ってください。よろしくお願いします。 まちなみに募集期間がですね。5月の1日から24日までということでこちらの方ですね。沖縄市の観光協会の方でま直接持ってきていただくか、メール等でデータを送っていただくかっていう形で募集します。はいでですね。これまた新聞とかそういうので、告知媒体で詳しいことは載ると思いますんで。 でエーサヤのフェイスブックにも随時こういう募集要項とか載せていきますので、うん、そちらの方で確認していただければと思います。じゃ5月の1日からこうスタートなんですけども、はい、実際こう投票が始まるのっていつですか？はですね最初ですね沖縄市の市民ロビーの方で6月の2日から4日までの3日間と、うんはい、あとですねエーサヤの方でもその6月の5日から7日までの3日間ですね、うん、開催します。なるほど。はい、じゃあもうこれ沖縄市役所で。 まあ住民票取得だったりとか、はい、その先行でお越しいただいたときに、はい、投票していただければいいそうですね、はいいということですねでまた6月5日からはエーサー屋の方でもやりますんで、うんはい、そちらの方でまたお越しいただければと思いますこれって後々新聞とか載るんですエーボサワちゃんコンテスト乗るんじゃないですかねエーサーナイトですからねあじゃあもう早速うちの娘もデビューを果たすことになりますね、はいまあ、最悪でも沖縄市の広報には乗るんじゃないですかあ本当ですか、はい ちょっとじゃ、あ相談したいと思います。はい、よろしくお願いします。これ,あれ、あれですか、沖縄市以外の方でも。いいんですか?。まあ、詳しい要項まだ見てないんですけど、多分大丈夫だと思います。ああ、うん、おはい、よかった。はい。じゃ、あエントリーしていきたいと思います。お願いします。はい。はい。 さあじゃあ今日はこんな感じで。はいこんな感じです。はい。ええー、まあエーサーナイトもですね、はい、もう日程ももう決まったようで。ほぼほぼはい決まったみたいですね。あのエーサーのマシ宣言が6月の13日なんですけども、はいえー、今年のエーサーナイトのスタートが6月の14日から、はい、日曜日からということですね。はい、またおいおいこの案内もしていきたいと思いますので、また来週もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。エーサー屋の方から徳山まきさんでした。ありがとうございました。はいありがとうございました。 お届けした曲は花田組アルバム「アイノアの中から「peoplegetready」でしたさあ時刻は5時12分を回りました「アジクーターラジオ」をお送りしておりますよ えっとね、久しぶりにファックスでお便りが届きました。えー、ラジオネーム、おしりペペロンチーノさんから初メッセージいただいております。ありがとうございます。えー、東南植物楽園ください。<laughs> デージでかいね、スケールが。えー、つけてくださいということですね。えー、モーリーさん初めてファックスしたよ。さっき電話したけど、アファーだったからファックスにしたさ。はい。これめっちゃ気持ちわかりますね。 あのー、電話するのって勇気いりますよねあの何、ー、ていうの初めてのところだったりとかするとなおさらねラジオ局にこう電話をして何を話したらいいのみたいな何を伝えたらいいのっていう感じだったかもしれないですねえー、ファックスもとと届いておりますよありがとうございます、えー、ほとんど朝から ROK 聞いてるんだけど PM4 時からはあじだじ聞いてるよ5時まで <laughs> 今5時13分ですからもう多分聞いてないかもね、えー、これからちょくちょく参加していくからゆたしくリクエストは「ドラゴンボール Z」の歌ゆたしくということでいただきましたおしりペペロンチーナさんから頂い,いていますはい,いや嬉しいですねうんまあこういう形で、えー、いろんな放送局を聞いてでまたコザもねちゃんとこうしっかり聞いているということですけれどもねこうやってねやっぱ呼びかけてみるもんですね うんあのー、メールで参加しやすいという人もいるし、えー、電話で、ねえー、の方がいいという人もいるしファックスの方がいいという人もいるしまた、あもうそんなのも,もう使えないから使い勘定するから、えー、直接来てから、ね、手紙で書いた方がいいみたいなそういった方もいるかもしれませんので、まあ、皆さんのこう自由な参加の方法で、えー、よろしくお願いいたします。 あの、プレゼントもですね、あの、来週の月曜日に発表という形にしておりますので、えー、また当選するかどうかは、来週の、あしらじの中で発表したいと思いますよ。さあ、こちらも行きましょう。MJ さん。はい、最 dj モーリー。はい,さい、最 MJ です。あれミキはせっかく下ネタ叫ばそうと思ったのに。<laughs> なんか、そもそもが違うよね。そもそものスタート地点が違う。 えー、また今度ねということで,でさっきさイオンライカム行ってきましたいやーすごいねなんか東京に東京のショッピングモールみたいでしたねあーいや僕はねあのー、内地のやつも行ってきたんですけど全然なんか違かったね本当に内地にもないような感じに僕は感じましたうん内地の 街だよな。なんか海外っぽいイメージがありましたけどね。もう中に入ったらもう別世界っていうかね。あれここ沖縄ですかみたいな。住所どこですかみたいな。そんな感じでしたけどね。さて単行本ですが、だいたい30分くらい読んでたかな。これ一冊の時間ってことですね。えー、子供の頃はよく買って読んでいました。好きな漫画はマカロニほうれん草とか、えー、すすめパイレットとか、ギャグ漫画が大好きでした。夜中、部屋で、 大爆笑しながら読んでいると親が大丈夫かって入ってきたこともあったな <laughs> <laughs> まあこんな時間にあいあいつはまた爆笑しちゃうな,な何やってるのかなみたいなそういう感じだったんでしょうねはい「すすめパイレーツ」「提示聞いたことがある」「ギャグ漫画」っていうことですよねはあ 今,今でいうなんどんなね漫画になるんかなギャグ漫画って今ってギャグ漫画ってあるんですかあの「ジャンプ」で「ワンピースがこうがしばらくこう休館するときに沖縄の仲間さんという人が書いたあのえっとね漫画があったんですけども それも多分シュールなギャグ漫画なんですよね歌舞伎だったかな歌舞伎の漫画だったような気がするんだけども何だったかなだかこの時のねその衝撃っていうかあのインパクトがすごかったみたいで、まあ、今でも多分連載はされていると思いますけれども沖縄の人もねこの漫画家って多いですからね中居正義さん とか、またこの仲間さんだったりとか、あとトリコの、ね、方もうちなんちゅうですもんね。これ考えたら結構うちなんちゅうが書いてでヒットを飛ばしてるっていう作品もたくさんいますからね。えー、リクエストはサザンオールスターズ会いたくなった時に君はいない。リクエストお願いします。といただきました。はい。じゃこちらも後ほど探してみたいと思います。えー、ゆうりママさん。 えー、今日のテーマ教えてくださいということで今日のテーマはですね単行本漫画1冊読む読むのにかかる時間はというのが今日の番組のテーマとなっていますえー、昼間の奥さんからも頂きました、えー、懸命にしびれたって書いてますね本日お休みしています昼間の奥さんよモーリーさんハイタイハイサイ えー、仕事休んでいるのは家庭訪問だったのよさっき帰ったところです平成元年生まれの男性教師入っ言ってましたね昨日ね私意図してないのよなのにさそれなのに先生ったらね先生をしびれさせちゃったあはは写真も撮影 OK したわよ先生の出身も聞いたらどうやら実家暮らし何話の内容が変わってあ変ってしび、えー、れたのは足を足 なんだと思ったの、モーリーさん。えー、気遣いできない私は、どうぞ足を崩していってください。って言わなかったの。ダメね、43歳。<laughs> 誰も年齢に触れてなかったのに、自分から。えー、写真今だけの家庭訪問は、親子写真撮るのよ。はぁさ、なんで、ね、モーリーさん。親子写真撮るんですか家庭訪問でえ、これ先生が撮るってことですか なんかあの玄関でね家庭訪問終わるとかっていうのは聞いたことがあるんですけど今時の家庭訪問は親子写真撮るあれなんかな大城さんのお家宮城さんのお家に来ましたとか高安さんのお家に来ましたとかそういう感じで残すってことなのかな先生がどういうことなんですかねえーテーマ 本はどれくらいで読む、えー、漫画は読み方がわからない、らないので、4コマ。ヤングマガジンで卒業したよ。単行本、最近は勝ち見てないからな、えー。登場人物がたくさんいると、意味くじわからんくなって、ページ戻ってるよ。中学生の時は、感情移入して、さらない読めた。もう、小説家の名前も忘れちゃってるけどね。えー、観音小説は、ひどい行走で読むんだろうな、きっと。はははは。 もうデージ本にこう近づいてね、えー、顔の近くで読んで「こ何書いてるわけ?」みたいな <laughs> そんな感じ読むってことですねはいああじゃあ今じゃ読まなくなってるってこと昔読んでたんですね中学校の時うんあそっか確かにね大人になってから見る漫画って多分中学とか小学校 この時に読んでた漫画を読むわけじゃないもんね。まあこう懐かしく読むっていうのがあったとしても、新しい漫画を大人になって読むとかってなかなかやってないかもね。まあ、僕はね、あの、週刊少年マガジン、月刊マガジンの作品をよく読むんですけども、週刊マガジンだったらもうダイヤのエース、あの高校野球のね、 えー、話なんですけれどもダイアのエースと初めの一歩でまた月刊マガジンになってくると「あのー、ゴリラマン」とか、えー「ストッパーブス島とか書いているハロールド・作一イスさんの、えー、漫画漫画の漫画ですね、えー、漫画家を目指す少年の物語なんですけれどもディンという作品をまあ まあここ最近でいっちゃ新しい方なのかなも多分単行本でも2巻ぐらいも出てると思いますけれどもそのディンだったりとか読んでますな、ね、ど鉄拳珍味もまだやってますので、えー、見てますねさあこちらラジオネームラジオネームありませんねモ、えーリーさんこんにちはこんにちは曲だけリクエストしてよろしいでしょうかエグザイルのただ会いたくてなかったらエグザイルのあの空の星のように どうかよろしくお願いいたしますということでいただきましたはいいつも送ってくれてる方なんだけれども今日ちょっと多分ラジオネーム、ね、忘れてますねまたメッセージもお待ちしております、えー、今日の番組のテーマは「一冊単行本を読む時間どれくらいかかりますか?」というのが今日の番組のテーマとなっています7 6 1 f m k o s a j p でお待ちしています ラジオネームアッキーさんの曲のリクエストはエグザイルのナンバーでただ会いたくてお届けいたしました今慌ててラジオネームアッキーですということでメールも入ってますけれどもさあ続けてもう一曲挟んでいきましょうこれは MJ さんからいただきましたサザンオールスターズ会いたくなった時に君はここにいないお送りしますこの後は地域密着道路交通情報の時間です さあ、時刻は5時31分を回りました。地域密着道路交通情報の時間です。えー、この時間、沖縄市内の交通情報を発信していくんですけれども、今日はですね、ソートバンク中野町店さん、小屋十字路からプラザハウス向け、プラザハウスから小屋十字路向けの330の交通情報からお届けしていきたいと思います。えー、小屋十字路330沿い、 もう混んできてますねということで、えー、沖縄市の小屋十字路向けまたはプラザハウス向け両方向とも混んできているということですねパーカービニューから見える国道330も小座十字路方面から小屋向けに関して現在渋滞でございますただ小屋十字路から小座十字路向けの330下りは今のところスムーズに流れております 沖縄市内一般道それ以外の地域はまだ、えー、他には渋滞情報を届いていませんがただ、戸口十字路付近、えー、こちらの方面で、えー、中城方面から沖縄市向けの329沿いこちらの方で現在混んできているということですねで、あのーまあ、いよいよ明日からイオンライカムが、えー、25日かオープンするということなんですけれども 田中周辺だけではなくて沖縄市のいろんなところでスタッフの方がです、ね、プラカードを持っていてでそのプラカードには、えーまあ、現在イオンライカムの駐車場は満車ですというこの満車の文字を、ね、あのプラカードにこう持った方々がです、ね、沖縄市の小座十字路付近でも見かけてでまた、戸口十字路付近だったりとかその先々で、ね、この混んでいるというお知らせをしてくれています。 えー、多分ん、まあ明日オープンということでもある,あるんですけれども、もうね、えー、すごいこう渋滞も考えられますので、またこの辺も考えながら、えー、明日,明後日、まあさって、あしから一応ね、グランドオープンってなってますけれども、えー、混んでくると思いますので、頭に入れて、ね、気をつけていきましょう。以上、ここまでは地域密着、道路交通情報と天気の情報、お伝えしました。 アジクルタラジオ生放送をお届けしておりますあの先ほど、このイオンモールのお話をしたじゃないですか、えー、駐車場が4000台で、臨時の駐車場が1500台だったかな、えー、設けられていくということなんですけれども、えー、なので、延べ5500台を収容できるっていうことになりますよね、この臨時も合わせてくるとね。でやっぱりこう自家用車でえ行かれるという方も多いと思いますので、 まあの呼びかけとしては公共交通機関をご利用くださいとやんないもね出ておりましてであのイオンモールの,の LINE とかねえーホームページとかでも紹介されているんですがホームページにたどり着くとスクロール数とね画面をねスクロールして下に行くと現在の駐車率っていうのが表示されるんですね。ここれあの言えば今のの状況をネットの方でで配信してるっていいるっうことなんですけども 今ね70%駐車率70%、はいまあ、これから多分仕事を終えてね行かれるという方が増えてくるとこのパーセンテージがどん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 こう上がってくるっていうそういうことなんでしょうねだもうそれぐらいっていうことですよね普通このんだろう駐車場がどれぐらい混んでるかっていうのをあんまりこのショッピングセンターとかあんま見たことがなくて 多分それぐらい来るだろうっていうことでしょうねやっぱりねいやーなんかこうまあ2日前に行ったっては言うもののなんだろうねいろいろこの,あの情報が多すぎて <laughs> 店舗も多いし人も多いし車の数も多いしえどこに来てるのかなみたいな一瞬こうねあの記憶がパーンってこ飛んじゃう飛んじゃうようなそんな感じになりましたね もうこの衝撃的すぎて、えーまあ、いよいよ明日オープンということで、まあ、あの今日もねもちろんこう入ることはできるらしいですけれども、えー、グランドオープンはいよいよ明日からということですね。なんかね、8時、早いですね、8時25分ちょっと待ってくださいね。あセレモニーとかがあるんでしょうね、きっとね。 まあ詳しくは今日の朝刊で折、えー、り込みチラシが、えー、新報タイムス両紙の方で載っていると思われますのでこちらもぜひチェックしてみてください、まあ、あとは携帯持ってるという方は、ねあのー、ネットでポンポンポンと調べればすぐ出てくると思いますので、まあ、その方が早いかもしれませんねでね今日のまたあはいあとにしましょう はい、さあメールも紹介していきます。ラジオネーム RTM のみっちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。えー、漫画は読まないのでテーマに沿ったお題はありませんが初めてのリクエストお願いします。ベストフレンド西野から、はい、ありがとうございます。漫画読まないのかそっかまあそうですねもう大好きで読む人もいればあもう全然読まないですよっていう人もいてもね。 昔も読んでないんですかね小さい頃もなんかね僕はねあのー、この小説とかさ普通のこの本とかっていうのが全然こう読めなくて集中力がこう続かないっていうのが一番のポイントなんですけどもやっぱこうアニメとか漫画タッチで追ってる方がなんか頭に入ってきやすいっていうのはあるかもしれないですねえー、じゃあリクエストの曲もお届けしていきたいと思います そしてこちら、ゆうりままさん。再び投稿。で、さっきね、テーマ教えてくださいということで、お便りがありました。えー、モーリーさん、リスナーの皆さん、こんにちは。こんにちは。ゆうりままも漫画大好きですよ。一冊読み終えるまでどうですかね ?15 分くらいですかね。私は、花より団子、ハンター×ハンター、ナルトが好きでした。今は映画も気になる、進撃の巨人、暗殺教室が見てみたいです。あ、 イオンライカムまだいけてないです、えー。大混雑覚悟で行かないといけないですよね。ラジオームゆえママさんからいただきました。はい。ありがとうございます。ハンター、ハンター。さっきね、マーディさんからのお便りもありましたけれども、ハンター、ハンターとシティーハンターが <laughs>、ごっちゃなってるんですよね。自分の頭の中で。えー、進撃の巨人、今年の夏ぐらいでした。映画でね。 実写化でしたっけということですけれどもどんな感じになるんかなこれねまあ 3D とかっていうことなのかなあ CG だ間違った CG で最新のこのハイテクの映像技術を使って撮ってらっしゃるんでしょうねきっとね。 さあ、それでは曲行きましょう。えー、これはラジオネーム RTM のみっちゃんさんからいただいた曲のリクエストじゃあ初めてのリクエストということで、西野かなのナンバー、ベストフレンド、お送りします。 さあお届けした曲は西野カナの「ベストフレンド」ラジオネーム RTM のみっちゃんさんから頂きましたえ今バックでなかなかこの「あじらジでは聞いたことがない多分かけたことがないアーティストの曲なんですけどもえーなんとですね4月24日金曜日今日この後もう6時から始まるのかな「夜の部」ということでえ沖縄市民会館の方でえ森政子さん 天頭虫のサンバのチェリッシュ、あずさ2号のカリウド。この皆さんがですね、なんと市民会館の方でこの後ライブがあるということなんですね。えーまあ、昼の部、夜の部がありまして、昼の部がもう2時でスタートで4時の終演だったと。で、この後6時からの開演になっているらしいですね。まあ、当日のチケットがね、あるかどうかわかんないですけれども、えー、当日のチケット料金表示があります。 S s 席8000円、S 席が7000円、もしこう偶然、今、聞いてて、あっ、森政子さんが来るんだったらとか、狩人が来るんだったらって思ってる方は、市民会館の方にえご連絡をしてみてはいかがでしょうか。はい。昨日がね、確か那覇市民会館の方でライブだったっていうことなんですけどね、森政子コンサート、今、あなたへというタイトルがついております。 昭和の名曲ということで昭和58年のえ曲これ「越冬つぼめ」でいいんですかねまあ多分ホーク世代の方々とかっていうのは本当にもうストライクの多分世代かもしれないですね沖縄市の方でもこういったイベントも今日行われていくようですさあ「アジくうタラジオ」もそろそろ「エンディング」の時間ですけれどもメールも紹介していきましょうこちらラジオネーム お <laughs> めっちゃ久しぶりな人からメールが来ました。えー、モーリーアニキリスナーの皆さん、お久しぶり。合わせの高生年齢瓶、モーリーアニキ、Facebook の誕生日メッセージ、あざーす <laughs> 事情があってピーチベルシルバーの会社辞めたんだけどさ、えー、今週日曜日から出張で千葉県、北海道、 道に行きます二、えー、ヶ月ぐらいかな頑張ってくるからミノタと俺にエールをミノタと <laughs>、えー、リクエストの曲お願いします小袋のエールもけてくるよということで、はい、いただきましたいやー久しぶりだよ本当にねもうどれぐらいですか今年になって初めてじゃないそんな立ってる感がありますけどね まあ、ってことはですよ、このユーストリームっていうものでも聞けますけどね、このコザのラジオは。なので、遠く離れてても沖縄をね、コザをちょっとでもこう感じれるっていう。で、しかもね、あのー、ピーチベルシルバーの弟でもありますから、えー、兄弟、まあ、兄ちゃんが何やってるかっていうのも、番組を見たらね、映像で見ればわかるっていう。まあ、そういうね、方法もいいんじゃないですか。 はい、北海道ってまた一気に北に行きますねそっか千葉行って北海道なのかなはいまたたくさん儲けてねまた帰ってきてくださいまたあのー、一回こう内地行ってからでもね、えー、メールもお待ちしておりますじゃあエンディングはこの小袋のエールをお送りしましょうミノタって誰かな <laughs> 皆さんって 書きたかったのかりょーちゃんのことを言っているのかどっちなんでしょうかね、えー、うわぁ今日めっちゃ久しぶりの人からメールたくさん来るなラジオネームサブロータさんあい森久しぶりメール投稿してないけどさ最近結構アジラジ聞くようになったよ嬉しいですねねあのー、聞いてるか聞いてないかわからない状況で僕も放送やってますけれども聞いてますよって言われると嬉しいですねやっぱりね えー、昔はガッツランペイ・リングにかけろかぼちゃワインとかヤマトとかリキとか銀とか出る犬の漫画本集めてたな <laughs> ヤマトとかリキとか銀が出る漫画はあ何だったこれありましたよね犬の漫画ですよね銀銀なんとかじゃなかった あいや銀河。銀河。ちょっとドアセでしたなえー、今はワンピース、ワースト、クローズ、イニシャル D、森、頭文字 D じゃないよ。<laughs> はい、これね、小学校の時、友達が頭文字、頭文字 D って言ってたから、やめよ、これ。頭文字 D って読む場合をって、ね、堂々と言ったら、 結果的にイニシャル D だったっていうことが <laughs> <laughs> 分かりましたけれどもえー、あとさっき先生が家庭訪問の時に親子の写真を撮られたって言っていたさね昼間の奥さんが言ってましたねえー、俺たちは来週月曜日だからはっきり分からないけど今日はまるくんのおちに行ったとかじゃなくてからまるくんまるさんの親って覚えるためじゃないかなあなるほどねこの親子っていうことを覚えるためにってことなんですね そしたら、参観日の時とかに、えー、○○〇〇くんのお父さんは来てるなとか、廊下で会ったら、まるさんのお父さん、お母さんって声もかけられるさね、じゃあまたねということで、三郎とからいただきました。はい、あこれは案外そうかもね。というのは、うちの保育園で親子写真撮ったんですよ。で、親子写真を撮って、そのクラスの 一角の男に飾ってるんですねまるくんまるちゃん親子みたいな感じ書いてるんですよあれがあるとやっぱり「愛い,いちゃんのお父さん」みたいな感じで声かけられますからそういうことなんでしょうねきっとね写真撮るっていうのはねあ先生たちもちゃんと覚えるためにっていうことだきっとああさあ来週月曜日参観日あじゃないや家庭訪問か ということですけれども、何を出すんですかね。レモンケーキかな。レモンケーキのアイスかな。どうでしょうかね。はい。いや、自分がね、こういう小学校、小学校とかのお父さんになった場合、まあ、あと数年でなりますけど。何を。出した方がいいのかなって、やっぱ考えますもんね。先生、何が好みなのかとかね。<laughs> せき、あの、犬の漫画って、何だったっけ。いや。 アバウトすぎるだろう。でし。わからんなんか。銀とか。ああ。なんだったあれ。あれだろあの、今戦うやつね。戦うやつ。えっとね。あったよね。あった。かな何だったかな。だったとさけんがね。銀河じゃない。銀河か、やっぱり。銀の牙か。ああ、それだ。あの、サブロー太さんが集めてたっていうことで。 20年ぐらい前じゃない小学校の時だから銀河だ多分流星銀河とかなんかそんなタイトルだったっぽいなそうそうそう「セイント千夜書いてる」とか書いてたんかなあれもしかしてどんなかな調べてみよう久しぶりだな銀河だったと思うね銀河伝説 あ銀河かそ,ままそのまんまだなうん。あ<ー>うわ懐かしいこれ久しぶりに見たなあなやがてあほんとだ犬なんだけどみんなこのごっついのはいろんなところに傷があるねね,ね うわあありましたねこれ高橋義弘さんという方が書いてるっていうことですけどね銀が流れ星はいが流れ星銀が、ね、流れうわーなー懐かしいなこれ漫画喫茶行こう昼間の奥さん えー、小学校の担任も家庭訪問の時は親子写真お願いしますって撮ってたよ、えー、学級通信や先生が早く顔を覚えるためかな、えー、もちろん若く撮れたかなと決まりゼリフさということで<笑><笑>あ先生に言うわけですね若く撮れましたかっていうね、はいえー、ラジオネーム「昼間の奥さん」いただきましたありがとうございました さあ、ということで、今日もたくさんのメッセージありがとうございました。えー、今日は久しぶりのメッセージ、ね、お帰りメールもたくさんありましたし、初メッセージもあって、で、またファックスもね、いただきましたね。ありがとうございました。えー、一週間本当にあっという間でしたけれども、また来週の月曜日の4月27日4時にお耳にかかりましょう。ここまでのお相手は DJ モーリーでした。エンディングは、今度の日曜日から千葉、北海道、 カイドウに出張するという合わせの高青年からの曲のリクエスト小袋でエールを聞きながらお別れですそれでは皆さんまた来週です